どうもメンディーです。今回のムーブオンは日に日に進化していく東京の高架下の、今一押しのスポットを皆様にご紹介したいと思います。今回のムーブオンは JR 秋葉原駅と御徒町駅の間、高架下に位置する 2K540 秋岡アルチザンをご紹介いたします。通り過ぎる列車音が刻む秒針で日本、東京、江戸、さまざまな時代を行き来するかのように継承された文化を堪能できる店舗であふれた This is Japan、 そんなスポットです。ひゃー、もうね、こう入るとこの高架下の柱一つ一つにねライトアップされてて、本当にこうある歌手の方がテレビでなんかロサンゼルスかなんかにいらして、こういう向こうのアメリカの高架下でやっぱりそこは若者がこの高架下の柱だとか倉庫をペインティングしてたりとかって、こうアートスペースになってて、日本もこういうところがどんどん増えていけばいいのにって数年前言ってましたけど、本当になんかここのところなんかいろんな、駅の再開発の一環としてこういう高架下をね活用する地域がどんどん増えてきていて、どうもなんかこう年齢層関係なくいろんな人と挨拶ができるようなこういういいですよ。いやー、こういうねデザインもなんかこうかわいい、すごくね、やっぱ日本なんだけど日本じゃないみたいなんだけど、取り揃えてるものが結構その和の素材を生かして作られてるようなお洋服だったりだとか、あの雑貨っていうものもあるので、そうそう、例えばこういうね素敵なワンピースだね。お着物が欲しいんで、単物の方を欲しいって方にはそういう提供もできるぐらい、江戸時代からの実は単物の売り元なんです、こちら。ただし、5代目が若いんで、34歳なんですが、で、 ですからね、すごいチュニックとかワンピースとか、今風なものももちろんデザインいたしますが、柄もね、デザインするんで、これで極端な例ですけど、見ていただくと、ボンド柄でしょ。あ、こういうことができちゃうんですよ。反物の織元なんでね。こんなのシャンパンの泡玉。すごい綺麗なんで、すもね、親子三代っていうぐらい生地が丈夫なんで、そうですよね。ジャブジャブ。で、どうしてもね、着物なんかの絹系は乾燥に入っちゃうものが多いんですが、毎日、そして365日も一年中、夏は涼しく、冬は暖かく、こちらがね、北海道旭川の木彫りなんですね。このかお顔のフクロウちゃんが有名のお宅なんですけれども、全部手彫りなんでなかなかすごい大変なんですけれど、やっぱりね、北海道の工房さんによってカラーってありますから、それとこちらのお楽しみといたしましては、シールの色分けで実は使っている木が分かるようになっています。すごいすごい、本当だ。例えばその辺黄色が多いですけれど、レンジの木っていって魔除けの木だったりいたしまして、いろんなお楽しみがね、
つ帽子とかいいですね。そうなんですよ、ちょっとユニークなね、職人さんなんで、これ見ていただくと、リアルな、ほら、お指ですよね。ちょっとリアルすぎちゃって。ちょっと怖い。これが、こういうことですよね。そうでございます。でもまあ、押すのはね、まあ、まあ、両方でも、あ、どっちでもいいんですね。はいはい。ちゃんとこれ、面白い。はい、これすごいの、大根。これおろし、おろし、はいはい、あのね、お大根だけじゃなくて、うん、山芋なんかもいいし、とかあのフルーツもいいでしょうし、そうなんですよ。このバンドベラなんて実は他にはない、大抵こういうフラットじゃないですか、うんうん、それがあのスプーン状になってることでチャーハンでもナンゴと炒めてそのまま寄せるましてや右利き左利きなんですけど、実はあーすごい、まあ、両方あるとあのそうですよね、サーバーのようには使えますが、いやあのご本人がね3代目なんで、あのお写真がちょうど真ん中の方なんですけれど、ええ、あのご自分がね左利きなんですよ、ね、世の中的にどれだけみんなが大変なものをしてるか、そうか、はいはい、時々左利きテイストのものが、すごい、いたしますので、ちょっとこれ後で皆さん感激されますね。そうですよね、いやそうなんですよ、この形も便利だ、すごい、そうなんです。なんかあの今こういう高架下を活用して、はいはい、こういういろんなお店で、はい、あのこちらのお店みたいに、なんかそのもともとある和 の、はい、あの素材だとか、はい、そういったものをうまく活用して、はい、あの日本人だけじゃなくて、きっとあの海外の方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、こういうなんかこうあの動きがどんどん、まあ、地域的に活発になってきてるのってどう思われますか？あ、それはもうあのこの職人さんたちをもう日々あのおっしゃってることですけれど、やっぱりこう伝えていきたいけど時代の流れってあるんで、まあ、昔の伝統のものは残しながらも今風なものをこう形を変えて今の方たちにも使っていただける形で、まあそれが大切なことだ、日本に来たら、はい、ありがとう、すいません、なんか開店したての時にありがとうございます。見ちゃった。わあ。素敵だね、本当に。こういうなんか食器なんかも不思議なことに日本人の方がこう洋物の食器だとか器だとかカップだとかっていうのをたくさん使っているけど、海外の方はこういうものを求めてこちらにねいらっしゃる方もたくさんいるわけで、なんか実は私たちの方が古き良きというか、日本という土地に根付いているカルチャーの素晴らしさっていうのを分かりきっていないのかもしれないっていうのがなんかすごく感じる。これなんてもうね、デザインも細かくて、このお皿なんかもほら形がこうなんて言うんだろう、ワーンってなってるから、汁物とか残ってもこう持って別の器に移せるしね、ちゃんとこう計算されているのがねびっくりしちゃう。面白いね、ずっと見てられる。すごい、ランドセル、さすがに私の子供の頃はこういう刺繍のものなんかなかった。すごいね、見て、今あのランドセルも日本だから小学生の通学用カバンっていう認識があるけれども、海外ではファッションの一部でわざわざこれを買うために来日してで買い付けされる方なんかもいらっしゃるみたい。
海外で買うとやっぱり相当値が張るみたいです。しっかりと革で作られてて、でやっぱり小学校6年間しっかりね使うっていうことを前提に作られているから、わ中もすごい色見て、中のニュースでは見ていても、いざ目の当たりにするとなんか欲しくなっちゃうねもう一回入り直そうかな小学校犯罪だ。すごいな、逆から来てたみたい私たち本当はここが入り口なんだ、大きい、すごい横見るとこんな、すごいこんな撮りたくなるね。へえ、でこれちゃんとグッドデザイン賞受賞施設だったんだね、そこまで知らなかったよ。そりゃそうだ、だってもう徹底されてるもの、もう素晴らしいよ全て。この下のロゴもそうだけども、全体のライティングもそう、柔らかい色とファッて目が冴えるような白とのコントラストすごいもん。本当はこっちが逆側から来ちゃったけど、本当はお雨漏りがすごい、さすが高架下、本当はこっちがね入り口だから、ここにお店のマップがあるんだね。海外から来た人面白いだろうね、漢字とかで書かれてるから、ここに行けば一体何が売ってるんだろうってワクワクした気持ちできっと見ることができるんでしょうね。面白い、なんか日本人でよかったって今思える、そして東京に住んでてよかったって思える、来ようと思えばすぐ来れるんだもん。江戸から続くこの町の香りがするよ。蒸気機関車用のこれが汽笛、D51 でデコ1ですよ、取り付けられていたものなんですって。これ触れるんだよすごいね。国鉄、まあ、JR の前これ日本国有鉄道という名称でね運営していたけど、さらにその前身の鉄道省が設計と製造したんですって。いやなんか戦前から、戦前にこれ音鳴らしてたってことだよね。どういう思いで当時のね人たちは聞いてたんだろう、ちょっと複雑な気持ちにもなりますけども、なんか気分が晴れ晴れするっていうか、まあ、戦火の中で子供たちがはしゃぐためのなんかこう音色だったり、片やもしかしたら何かにこの音に反応して怯えてた人もいるかもしれないし、物一つとってもやっぱドラマだな。しっかりこのスピリットっていうのが物にもありますから、この短時間ですごいなんか旅してるよね。いやすごいよ、タイムマシン乗ってるよ。
コーヒーじゃ買おっか。今回のムーブオンいかがでしたでしょうか。もう本当に歩きながら語った言葉が今日私が感じた全てなので、もうこれ以上無駄なことは言いません。本当にその足で江戸から続くこの町の良さを体感してほしい。でまたこの町をこう颯爽と歩いていく人のなんか姿なんかもね、本当に絵になって、こうそういうのを見てると、歩きながら次の時代に私たち確実に進んでいってるんだなっていうことにも気づかされるし、で進んでいく中でやっぱり途中でどこか落としていってしまったようなものを、落としていってしまったようなものにはっと気づくというか、でそれをまあ拾いに戻るわけにはいかないんだけど、でもなんかこういろんなものを抱えてここまで来たんだなっていうことにも気づかされるし、それはなんかこの町の歴史、東京の歴史とも重なるのかなって思いますね。人がどんどん増えてきた、嬉しいことですね。ぜひ皆様もその足で、こちらのスポットを楽しみに、体感しに来てくださいということで、美味しいコーヒーいただきながら、メンディーでした。Come on.